生まれはロシア、そうでしょう、完成。舞台は東京、ピロシキーズです。ちょっと振ってみて、でも、あ、いいじゃんいいじゃん。もう1年経ったやん、ピロシキーズやって、うん、あの自分の場合は5時に夢中とかアウトデラックス出たり、アリちゃんも、うん、ね、ジャパンイモーションいろいろ出たりして、やっぱちょっと知名度上がったように感じる？え、どうなんやろ、なんかちょっとそこちょっとあんま分からへん。分からん。自分は何やろ、まあコンビニに入った時マスク外してなんか買おうとした時にファッてこう後ろの方ファッて歩いていったら、なんか女の子が、って言ってくれんねん。で、なんか一応こっちもちゃんと気づいてるかどうかわからへんけど、なんか一応ってやったら、あ、NHK のって言われるの。違うやん。出てへんねんけど、誰と勘違いしてるかわからへんねんけど、まあでも NHK のって言われたら気持ちいいもんやなって気持ちよかったんや。出てないけど、まあでもそんな感じでちょっとずつ街中でも気づいてくれる人もちょっとずつね、いてくれるようになったりして、ちょっと今日はでも俺の中で認められしものが、認められしものが表示されるかどうかを調べるアプリ、そんなアプリがあるの？あんねん、知ってる？知らない。アキネーター。何してアキネーター？アキナイ。アキナイね。いやいや、バカかも。なんか男女外国人とか、なんかそういう質問をしてきて、はい、いいえって答えたら、あ、じゃあこの人じゃないって提案してくれる。あ、アプリがその質問してくるの？そうそうそう、当てられるみたいな。そうなの、そう。そういうのがあんのよ。だから認められしものはある程度のね、知名度が認められしものは出てくるから、ここにこの我々が出てくるかどうか。じゃあどっちからやる？あれちゃった。でもあんたがやり。どうぞどうぞ。どうぞ。じゃあ、どっちやねん。もう始める。じゃあ、ブラス、小原ブラスでいく？一応本名。そうそう。じゃあ、それで、ちゃんとしたやつね。いきまーす。あ、音が。お、すぐ？質問その1。YouTube 関係者。はい。え、すごくない？もう、え、なんか見られてんじゃない？カメラで見られてる系？あ、じゃあ、はい。まあでもそのくらい今さ、すごい YouTube かどうかってなんか関係するんやろな。女性、わからない。女性、いや、わからんことない。いいえ。は、いいえやろ、そうよ。入ってやろうと。入ってやろうと。いいえやろ、どう考えても。ちゃんとおついてます。何人かのグループ？まあ、グループっちゃグループじゃん。グループ、まあ、2人グループ。まあ、2人だから。リーダー。あ、リーダー。いいえ。え、リーダーじゃない？リーダーって決まってないじゃん。いいえ。じゃあ、いいえ。ニックネームは3文字。ブラス。ブラスやもんな、はい、そうやな。はい。黒髪？いいえ。黒くはないもんな。ストリップのメンバー。ストプリのメンバーで。ストプリ？ストプリ？ストリ？いいえ。わからんけど。でも、え、わからん。ストリップ？いいえや。いいえや。ストリップじゃねえし。もしかしたら、こう、ストプリというものが何かわからへんけど、もしかしたらメンバーかもよ。なんかそういうエロサイトとかかわかんない。そんなとこまでやる。そしたら俺、わからん。メンバーかもか。じゃあ、まあ、いいえにしとこう。わからんからな。ゲーム実況者？まあ、一回。いやいやいや、でも、まあまあ、実況者はそれを言ってる人やから。グループ名に伸ばす棒がついてる。ピロシキーズやから。ああ、伸ばす。伸ばすよな。はい。4人グループで活動している。いいえ。誰と勘違いしてんのやろ。太っている？そしてはない。太ってないよね。そこはさすがに。ちょっと待って。あ、大丈夫、太ってない。でも最近増えてきたねんで。あ、じゃあ太ってる？いやいや、太ってない。いいえ。7人組メンバーですか？いいえ。いいえ。2人組ですか？はい。ワンピースに関係する？いいえ。でも俺、なんだろう、カラオケ行ったらサヤエンドウとか歌うで。知らねえよ。知らねえよ。いやお笑いタレント？いや違うよね。あ、でも勘違いされてるよね。勘違いされることもあるけど、全然お笑いタレントじゃない。お笑いタレント？え、こんなこと聞いてくんの？え、なんかそう、なんか結構あのストレートじゃね。男が好き？いやいや、まあはい。まあじゃね。まあやだねこれ。韓国が好きな相方がいますか？韓国好き？まあ別に嫌いじゃないけど。別に。いや、ちょっとそういうイメージはないと思うね。まあ、いいえ、韓国のイメージないよね。新宿2丁目に関係していますか？あ、
呼吸してんの？まあ、行くことはあるけどそんなとこまで分析されないでしょ、家でしょ。そんな、まあ、ちょ、多分そうでもないにしとこうかな。ちょっとオカマっぽい、なんか聞き方が気に食わない。あとこいつのさ、この顔みたいうざいこの顔何もちょっとオカマっぽいもう、まあでも、はい、はい、顎が出ていますか。しかも、あ、顎出てるやつだろ、みんな顎顎はどちらかというとないですね。これ誰やろ。いいえ、ゲイですか。ゲイですかって聞くんだ。もうなんかはっきりで、しかも顔見て、これもゲイですかこれ、これうまいゲイですかふざけんなこの野郎、ほんまに、はい、はい、男女グループ、はい、はい、ニコニコ動画に関係する。あ、ニコ生やってたもんな、うん、はい、近づいてきたのじゃん、俺。え、インターネットから有名になった、まあ、まあでも元々ニコニコやったからね、まあまあ、コバラブラス。しかもちゃんと写真も YouTuber って書いてるけど、あ、俺一応ジャンルとして YouTuber コバラブラスなんだね。俺なんか実は自分の肩書きなんやろなと思って NHK とか書いてますねまあよかった、もうこれで私はちょっとさ、これ選ばれし、選ばれし言うな。 YouTuber としてはちょっと認められた感あるやん、なんてこれ出てくるって、でも一応なんか仲間入りじゃない、 YouTuber の。あとはアレちゃんやな。でもうち出てこなかったらどうしたらいいの。うん、だから乳さらすしかないもん。乳さらして片乳出して振り回して、ほんで乳は振り回すロシア人 YouTuber っていうことで話題になれええねん。そしたらあんな、なんか振り回すぐらいそんなないからやろうな。じゃあアレちゃんやっていきましょうか。いってみましょうじゃあ始めます。はい、プレイする。 YouTuber 早くない。はい、なんか最初はこの質問なんじゃない、もう。はい、男性。いいえ。ほんまについてへん一本満足バーついてへんのかわからない。まあいいえやな、はい、いいえ、なんで一本満足バー巻きつけちゃってよお前はあの一本満足バーにさ、なんかクレーム入りそうやな、このあの朝日なんか、あのちゃんと美味しくいただきますゲーム実況もやっていますか。いや別に、ちょっとお腹すまたねいや別に、いや別にちょうど俺がここにこうなった時にお腹がちょっと、いや、いいね、やめろや、マジでデリカシーがなくて申し訳ない。18歳以上ですか。いや全然はいでしょうそんな悩むほどもない、ね、男女グループ。はい、2人で活動していますか。はい、お、あだ名の頭文字はゆ。いいえ。ゆゆとかないもん。でもゆ、いい、ゆ、やるちゃんいやないから絶対ないやろ。誰かと愛し合っている。どうぞ愛し合ってんの。愛し合ってんの愛し合ってんのか。猫愛し合ってんの。こんな父出してだから父いや、めっちゃウケてる。ほんとにこれマジでもう愛し合ってるとしか思えへんのやけどいいえ、いいえ、愛し合ってないのね。ないです。よかった呼び名は2文字ですか。いいえ。でもあれ、まあでもちゃんまでつくか、いいやな、うん。グループ名に伸びる棒がついていますか。はい、あ、ピロシキーズやったね。ニックネームにチがついている。アレチアン。ああ、ついてるついてる、絶対ついてないと思ったけど。なんでアレチアンになってんの。アレちゃんやろ、なんでチアンになったの。チがついてる。はい、ボンボン TV のメンバーですか。ちょっと待って、まあ、でもある意味ボンボン TV になってきたと思うけどある意味ね。だからいい加減やめろや、マジで。いいえ。関西弁で喋る。はい。相性がちゃん付け。はい、まあちゃんついてるよね。カラコンをしたことがある。いいえ。男女2人組ですか。はい、さっき言ったよな。うん、相方がメガネをかけていますか。いいえ。ニックネームが4文字？アレチアン。違うな。うん、違う。ちっちゃい文字カウントせへんの。どうした？どうした？
マイクラ実況してますか？マインクラフト。おうわあ！写真がない。でも出てきた、よかったな。じゃあマイクラ、ここもう本当に限りなく近く近いマイクラ実況をしている人がいるってことになっちゃう。あ、ってことはマイク実況してるってなってたらまた別の人が出てたかもしれないけど、YouTuber でピラミッドメンバーです、だって、イエーイ、やったよかったね。もうちょっと手に汗かいたもん、もうなんかもう出てこへんのかと思って、ね、あ、お金が入った。お金の音っていいよね、我々はもうなんかね、この共産主義からほら崩壊して資本主義に変わって、そう、資本主義真っただ中のね日本に移住してきたら、もうこのお金というものの音が大好きなんでございます。もう宇宙貯金してんね、500円。あ、いい音。あ、